情報化社会と呼ばれて久しい現在、私たちの身の回りにはインターネットを中心とした様々なサービスやビジネスがあふれています。 E メールによる連絡から電子商取引、広告、ブログ、掲示板、ソーシャルネットワーキングサービスなど、もはや私たちの暮らしはネットワークと切り離して考えることはできません。しかしその一方で、インターネットならではのトラブルも増加しています。迷惑メールやオークション詐欺、著作権侵害、個人情報の流出や名誉毀損、サイバーテロなど、数えきれないほどの問題を抱えていることも事実です。このようなネットワークの世界のことをサイバースペースと言いますが、今このサイバースペースにおける法律、いわゆるサイバー法という新たな法分野の研究が重要になってきています。現在の日本にはサイバー法という法律はありませんが、今や現実の社会と同様にサイバースペースでの個人の人権を守り、ネットワークの発展を決して阻害することなく、さまざまな問題解決を目指した新たな法律の研究が必要とされているのです。インターネットの自由を制限する法規制はどこまで及ぼされるべきでしょうか。今回はサイバースペース法という研究分野の重要性を考えます。サイバー法とか、フルネームだとサイバースペース法って言われますけど、普通その言葉を聞くと、そういう制定法が、六法に載るような制定法があるんじゃないかというふうに、誤解されがちなんですけど、実はそういう制定法はないんですね。じゃあサイバー法何なのかっていうと、それは一つの学問分野、一つの法律学の分野として、アメリカから出てきた比較的新しい法律学分野ですということなんです。じゃあなんでそんな学問分野、法律学分野が新たに出てきたのかと。それはやっぱりインターネットが普及して、でインターネット上のいろんなトラブルとか法律が関わる問題が出てきたと。そうするとそれに関係する、どういう法にすべきか、あるべき法の姿はどうかというのを、専門、そのインターネットの特殊性をこう入れながら論じる、研究する、そして提言をしていくということが必要だろうというふうに言われて、サイバー法というものがアメリカから出てきて、それが他の国にも飛び火して、日本でも学会、そういう法律学会ができたり、研究者が出てきたりと、そういう動きにあります。サイバースペースとは、コンピューターやネットワークの中でさまざまな情報を自由にやり取りすることができる仮想的な空間のことを指します。その語源は1984年の SF 小説ニューロマンサーに出てくる概念に由来しています。これはネットワークの世界をこれまでにない斬新な表現で描いた作品で、作者ウィリアム・ギブスンはサイバーパンクと呼ばれる新たな SF のジャンルを確立した作家として、後の映画界にも多大な影響を与えました。現在のインターネットにより生み出されるサイバースペースは、もはや一部のマニアックな利用者向けの非現実的な仮想空間ではなく、多くの人々が日常生活を送る現実社会にも影響を与えるものとして理解されています。そして現実社会に影響を与えるからこそ、適切な法規制も必要になってきているのです。現在の日本にはサイバー法という名前で制定された法律はありません。しかし電子ネットワークに関連する法律の総称をサイバー法として定義づけることができます。このサイバースペースでは、これまでにない次のような問題が特徴となっています。サイバースペースは
国や国境を越えて存在するため、既存の国家単位での法律には限界があるという状況に直面しています。次に、これらの問題の多くは電子技術の発展の中で起こる問題であるため、技術的な観点を含めた検討により初めて解決の糸口を見出すことができます。従来の法律、特にマスメディアとの関係では、情報の受け手である大衆と送り手であるマスメディアとを区別して考えてきました。ところが、サイバースペースでは個人であっても情報の受け手であるだけでなく、送り手にもなり得るという点で、これが全く新しい問題を生み出しています。デジタル情報の流通は複製や改変が極めて容易であり、情報の質の劣化を伴わないという点で、既存のアナログ情報の世界から大きく変わりました。特に現在、著作権を中心とする知的財産権の保護に関しては非常に強い関心が持たれています。サイバースペースでは現実世界とは異なり、何らかのトラブルが発生すると、その影響が瞬時に拡散してしまうという特性があります。例えば、電子掲示板における噂やデマ、名誉毀損などは現実世界とは全く異なる速度で広がってしまうのです。 IT 技術の普及以来、これらの状況は私たちが初めて直面する問題です。しかし、既存の法制度はこのような状況に対応した形では作られていませんでした。そのため、インターネットで起こる新しい問題に対応して、これを解決することができる新しい法分野の研究が求められています。これがサイバースペース法という、既存の法律学とは区別された新たな学問分野が必要とされる理由です。歴史的に言いますと、ドコモに私が移る前に、すでにサイバー法というのはアメリカなんかで出始めて、それを私は論文なんかで日本にこう紹介をしたり実はしてたんですね。で、そのアメリカのサイバー法という学問分野の中で、一つのトピック、いろんなトピックスがありますけど、一つの重要なトピックが、いわゆる迷惑メール、アメリカではスパムメールとか、まあ、いろんな言い方してますけど、スパムとか言いますけどね、の問題というのが扱われていて、ある程度私は知ってました。ところが驚いたのは、NTT ドコモの法務市長になって、ちょっと期間が置いたら、いきなりその迷惑メールという現象が起きたと。で、当時困ったのは、迷惑メールはもちろん NTT ドコモけしからんと思ってる、お客さんもけしからんからなんとかしろと苦情が来る。だから、そういう通信というのは、まあ本当は断ち切りたいんですけども、当時のまあ法律、これを断ち切っていいとはどこにも書いていない。そもそも迷惑メールなんてものは想定してないですから、もっと言うと、インターネットというのもあまり考えていない。古い時代の電気通信事業法というのがあって、勝手にそれは遮断していいのかっていうと、なかなかいいとも言えない。官僚の人と相談しても、なかなかいいとは言えませんで、と。そうすると、これは困ったということで、まあ当時ドコモで考えたのは、じゃあ訴訟をやりましょうと。迷惑メールというのは法解釈として裁判所に解釈、これは違法だということを言ってもらえば、これはやはり遮断してもいいんじゃないかということになるでしょうということで、まあ訴訟を準備し、訴訟をし、まあ仮処分という、仮差し止めという手続きですけど、まあこれは差し止めしていいよ、仮差し止めいいよと、こういう決定を横浜地裁からいただきまして、まあこれをもって、じゃあ我々当時の NTT ドコモは遮断をしますと、一定の基準でと。で、総務省、当時の総務省監督官庁にもそれは了解をいただいて、そういう対策を打ったということですね。で、ところが、まあ、これをやった時に、訴訟だけでは当然一つの訴訟ぐらいでは迷惑メールは終わらないだろうと、まあ、我々考えてました。次の手が必要だと。つまり、立法によって迷惑メールというのはいけないよっていうふうに全面的に禁止を、まあ、全面的というか、まあ、当然ある一定の範囲の禁止なんですけど、明確に禁止をする制定法が必要だろうと、まあ、こう考えてたわけですね。ところが、黙ってても制定法というのはできませんから、まあ、記者会見を開いて、で、その前に私は法務室長ですから、アメリカとかヨーロッパの事情を調べて、で、発見したのは、アメリカではもう州レベルではだいぶ多くの州で迷惑メールを規制する立法がありますと。で、これは記者会見で、まあ、社長と一緒に、まあ、社長に行ってもらって、日本でもそういうのが必要じゃないかと、まあ、こういうふうに言うわけですね。そうすると、マスコミの皆さん、そうだというふうに、まあ、取り上げてくださって、まあ、そういう機運が高まると
いう中で、まあ、議員立法という形で、まあ、特定電子メールという言い方をしますけど、迷惑メールを一定の規制をするという制定法が日本でもできたと。法と経済学という学問分野があります。そこでは本来コストを負担すべき人が負担せず、他の人に押し付けてしまう状態のことを外部化と呼びますが、迷惑メールの問題はこの外部化によって共有地の悲劇という状態を引き起こしているのです。共有地の悲劇とは、1968年にギャレット・ハーディンという生物学者がサイエンスという有名な科学雑誌に発表した論文です。この中では人口増加による人類の破滅を回避するためには規制が必要であるということが述べられています。例えば共有地である牧草地に複数の人々が牛を放牧したとします。ここでほとんどの人が自らの利益を得るために多くの牛を放牧しようとします。これが自分自身の所有地であれば、牛が牧草を食べ尽くさないよう数を調整するはずですが、共有地の中では牧草が減っても自分の所有地の損失にはならないので、皆がこぞって牛を増やそうとします。すると限られた資源である牧草が食べ尽くされて、結局全ての人が損をするという結果になります。これが共有地の悲劇と呼ばれるもので、サイバースペースでも同じ状況が当てはまります。サイバースペースはインターネットサービスプロバイダの提供するメールサービスや通信会社の回線網など、現実世界の郵便物とは異なる経済的な構造の中で成り立っています。迷惑メールの大量送信による外部化は、プロバイダのサービスに迷惑メール送信者がいわばただ乗りする形でほとんどコストを負担せず、その一方でプロバイダなどの通信業者、そして利用者がコストを肩代わりさせられることになります。つまりサイバースペースは有限の共有地であり、この経済構造の中では迷惑メールを規制しないと誰も利用することができなくなってしまうのです。発信者側が本来は現実世界のダイレクトメール郵便では負担すべきコストが、受信者側、それから受信者側の電気通信事業者、こういうところが負担をさせられている、転嫁させられている、こういう状態ですよね。これが続くと何が起きるのかというと、受信者だともうメールなんてのは迷惑メールばっかりだから使いたくないって言い出す。電気通信事業者だって携帯電話会社だって迷惑メールばっかり処理させられてお金も取れないんだったら、そんな事業をやめようじゃないか。そうすると電子メールっていうそのものが資源が枯渇して誰も使わなくなってしまうという、まあ共有地の悲劇と同じような状況が起きてしまうと。ですからこの状況をなくすためには、抑えるためにはやはり法規制が必要でしょうと。これはもともとの共有地の悲劇の論文でも言われているんですが、共有地の悲劇を回避するためにはいくつかの方策がありますが、一つは法規制という形で枯渇しないように使う量を、草を食べる量というのを1年間どれだけ、そこで飼える家畜の量をどれだけっていうふうに規制をしていこうじゃないかっていう考え方、これに通じるものがあるんですね。現在インターネットが生み出すサイバースペースの中では、実にさまざまな問題が起きています。例を挙げるとマイクにいとまがないですが、これらに対する現状と課題を見るために、国の機関である内閣官房情報セキュリティセンターを訪ねました。情報セキュリティに関する、日本のですね、全体の基本的な戦略の立案ですとか、あるいはその官民における統一的横断的な情報セキュリティ対策の推進に関する、総合調整を行っております。やはりその標的型メール攻撃と言われるものが、やはりこの、昔からあった事案だとは思うんですけども、やはりその2011年頃、その組織に属する特定の方用に、作られたメールが送られてきまして、それを開いてしまったということをきっかけにウイルスに感染して、でそのウイルスがその組織内部のいろんなサーバーですとか情報を探りに行ってですね、で、盗みたい情報を盗んで外に送ってしまうと、こういった事案がその2010年ぐらいに非常にこう、
取り上げられたというものがございます。つい最近、去年の例ですと、いわゆる先ほど申し上げたウイルスとかを作ること自体にもう罰則、刑罰がかかる法改正が昨年されておりますし、そういった ID とかパスワード自体をこう盗む行為も昨年不正アクセス法というものを改正されまして、刑罰の対象としたりしています。例えば、著作権法に関するものではあるんですけども、リバースエンジニアリングというものについてなんですが、ただやはりプログラム自体には創作性があるということで、著作権法の方がやはりかかるケースが多いですので、そういったそのセキュリティ対策に使いたいんだけれども、著作権法上のその位置づけというのが本当にその違反するのか違反しないのかというのが不明確な今状況になっておりまして、こういったところもまだ制度化といいますか明確化されておりませんけども、一つの課題としては依然として残っているという状況だと思います。近年急増してきたスマートフォンの利用に関するトラブルと対策について、総務省の消費者行政課を訪ねました。消費者の方々を保護するということと、それからあと不正な利用を防止するという、その2つの観点からですね、消費者行政課というのが作られたということになります。昨年の8月にカレログというアプリケーションが随分取り上げられましたけれども、その彼女がその彼氏のですね、そのスマートフォンの中にそのカレログを入れるということで、そうするとその GPS のかなり精度の高い位置情報が彼女のその PC でですね、分かってしまうということですね。海外でも報道されまして、ボーイフレンドトラッカーということでですね、いつでもそのログを見られるということで、それはそのスマートフォンにかなりいろいろなそのプライバシーにかかるですね、情報が実は蓄積されていて、それが比較的簡単に外部に流出してしまって、第三者がですね、それを見ることができるということが示された点でですね、非常にその利用者の方々にも大きな衝撃を与えたというところはありまして、かなりたくさん報道もされたということかと思います。その際にもですね、やはりその彼氏のですね、同意をちゃんと取っていれば特に問題はないのかもしれませんが、ちゃんと有効な同意が取れていたのかどうか、それともこっそり入れてしまったのかどうかというのが非常に大きな議論になったところです。でそれから最近はですね、やはりそのスマートフォンが非常に普及してきているということで、スマートフォンを狙ったですね、マルウェアアプリケーションもだいぶ増えてきているということで、特にやはりその電話帳を狙ったですね、マルウェアというのが非常に増えてきていて、これが問題になっているということでございます。一つ目はですね、やはりそのアプリケーションを入れるときには、そのアプリケーションの目的であるとかですね、どんな情報を使うのかということをちゃんとチェックしましょうと。でそれでそのアプリケーションの入手元としても、その適切なのか、それからアプリケーションの提供者がですね、信頼が置けるのかということも、ちゃんと確認をしていく必要があるのかなというふうに思います。それからその利用規約であるとか、それからこんな情報を外部に送信しますよというポップアップが出たりすることがあると思うんですが、そういう時にはこれ本当に大丈夫かなということで、一応ちゃんと見ていただくということが大事かなというふうに思います。日本におけるインターネットサービスプロバイダの草分けであるニフティ株式会社にプロバイダ責任制限法について伺いました。昔ニフティはパソコン通信サービスをやっていました。その中でフォーラムといいまして、今は電子掲示板なんですけれども、電子掲示板で起きた事件について巻き込まれたという事例があって、でそれなんかが今のプロバイダー責任制限法を立法する時の基本のデータといいますか、状況を典型的に示している事件なんですね。プロバイダー責任制限法っていうのは、大きく、2つ柱があるんですけれども、1つが、権利侵害情報の削除あるいは放置に関わるプロバイダーの責任を定めるもので、著作権侵害とか誹謗中傷とか、そういう権利侵害情報があったときに、プロバイダー等が、それを削除したら投稿した人に対してですね、どういう責任を負うのかと、あるいはその削除しないで放置していたら、
著作権者あるいはその誹謗中傷の名当てにされた被害者に対して、どういう責任を負うのかっていうそこ の限界ですね。法的な責任の損害賠償責任の限界を定めているのが一つ。もう一つは例えばそのいわゆる匿名掲示板といわれるところで発信者が誰かわからないと、その人相手に損害賠償請求だとか謝罪請求をしたいんだけれども発信者が誰かわからないというときにその発信者情報の開示請求する、そういうその2つ の, 大きな要素でできている法律です。インターネット上の誹謗中傷と責任っていう本をプロバイ責任制限法が出て、割とすぐに先ほどの業界団体とあと学会ですね、協調で出してるんですけれども、そこにべからず臭っていうのがついてます。まずその匿名性、ネットの匿名性を盲信するなと捕まりますよと、そういう意味で言うと最近は裁判身近ですよと、ニフティは品川区と新宿区で学校向けの出前授業をやってますけれども、我々もわずかですけれども、そういう社会のリテラシーを上げる活動っていうのをやっていっています。はい、これまで見てきたようにサイバー法は共有地の悲劇を引き起こさないための法規制の必要性を訴えてきました。しかしこれには反共有地の悲劇というジレンマを抱えていることもサイバー法は指摘しています。反共有地の悲劇とは、共有地の悲劇の逆であり、本来みんなで共有されるべき資源を他の人には自由に使わせないと制限するために宝の持ち腐れとなってしまい、結果的にみんなが効率的に資源を利用できなくなるのです。インターネットは決して無法地帯ではなく、国が法的規制をかけることがありますが、あまりに強く規制してしまうと、ネットワーク文化の発展を阻害してしまうという社会的ジレンマに陥ります。例えば、知的財産を過剰に保護した結果、誰もそれを効率的に利用できないのでは本末転倒と言えます。サイバースペースに法整備が必要であることは言うまでもありません。しかし、インターネットの自由を制限する法規制はどこまで及ぼされるべきなのでしょうか。例えば検索エンジンを考えてみましょう。 Google とかいろいろありますね。ああいう検索エンジンというものはウェブサイト上のいろんな情報をキーワードに合うようなものを集めてきて利用者にパッと瞬時に示してくれる非常に便利なツール。あれがなかったらインターネットあんまり使えませんよね。情報が多すぎて。それほど重要なツールなんですが、例えば仮にウェブサイトの情報なんかが著作権があるんだから勝手に検索エンジン使ってはいけない、勝手にそれで利用者にいろんな情報を出してはいけない、例えばこんなことになったらどうでしょう。そうなったらば利用者はインターネットを使えなくなってしまう。ほとんど利便性が低くなる。だから非常に世の中の発展を阻害するようなことになりますよね。サイバースペースというのはやっぱりそういうインターネットそのものもそうですけども、私有財産というのも重要なんですが、パブリックドメインと言われるみんなが使えるということで切磋琢磨してお金も取らずにいろんな技術を開発をする人たちがいて発展をしてきた部分というのは非常に大きいんですね。これをやっぱり阻害してはいけない。このバランス感覚が非常に重要だと言えると思います。実はこの短いセンテンスの中に2つの重要なインターネットの特徴が含まれているんですね。一つは技術的な特徴、そしてもう一つは文化的な特徴ですね。まず一つ目の技術的特徴というのは、インターネットはダメージを迂回するという部分なんですね。インターネットの工学技術上の特殊性なんですけど、これ冷戦時代の産物としてインターネットが生まれました。A 地点から B 地点を結ぶ回線のところに核ミサイルが落ちて、もし寸断したとしても、その回線以外の回線を通って、何とかして目的地に通信内容が、コンテンツが届くような、そういう技術を開発して、これがインターネットの技術になったんです。ですから、インターネットの情報を
遮断しようとしても、もしくは物理的にそれが壊れたり通信の回線が一つ壊れたりしたとしても、通信内容にはちゃんとダメージを返して目的地に到達しますよ、そういうインターネットの特殊性を今のセンテンスは表しています。技術的もう一つは文化的特徴なんですが、インターネットは検閲をダメージとみなしという部分なんですね。つまり検閲というのはダメージだ、だからこれを回避するんだインターネットと、こういうふうになるわけですけど、すなわち自由を重んじる文化というのがこのセンテンスの中文化的特徴として現れています。つまり検閲というのはけしからんのだと、これはダメージだと、損害だと、そして検閲に黙って服するのではなくて、そのダメージを迂回してちゃんと目的地に情報を伝えてしまいますよ、それがインターネットだ。ですからこのセンテンス、特に技術と文化が結びついて民主主義というのを促進する力がある、言論の自由とか表現の自由を進める力があるんだっていうこともその含意されている裏の意味として含まれているということが言えると思いますね。ですからこれはすごい革命的なことなんですね。一説には活版印刷の発明に次ぐほどの革命であると、つまり言論表現の自由というのが単に理論で保障されているだけではなくて、実際に個人がより多くの情報を発信し取ることによって言論表現の自由の幅が実際に広がったというふうに言われています。ですからこれを潰してはいけないというのが非常に強く叫ばれているわけです。サイバー法というのはなかなか聞き慣れない言葉だと思います。で、一部にはそういう新しいもの、極物と言ったりして、フリンジですね、敵視するような人も古い人の中にはいるかもしれません。ですけども世の中というのは刻々変わっていって、インターネットが普及し、それから携帯電話が普及し、スマートフォンも今出てきて、もう時代はどんどん変わってきて生活は豊かになるけれども、同時に問題もいろいろ起きている、こういう時代になってきますと、新しいからそれはものを毛嫌いするということは許されないわけですね。ですから法律家としてやっぱり新しい世界に合うような新しいルールで、これが行き過ぎないし少なすぎもしない、もうバランスの取れたルール、こういうものをやっぱり探っていく義務が我々法律家にはあると思います。そういう意味ではサイバー法というのをもっともっと研究を進め、正しい、より正しい提言をする必要がありますし、一般市民もサイバー法というものを通じて、何でも規制がいいと思うのもないし、何でも自由がいいと思うのもない、適切なバランスというのはどういうところなのかというのを一緒に考えていく、こういうことが必要だと思います。